おすすめの証券、これ投資に関してですね、ご相談いただきました。おすすめの証券どこでしょうか、楽天はどうでしょうか、 SBI はどうでしょうかということなんですけども、まあ、楽天カード持ってるのであれば楽天ポイントがたまる楽天証券一択かなというふうに思います。あとは、まあ一応日本で国内でですね一番、人気のある、ネット証券は SBI 証券なんですけども、あとはですね、僕のように海外にいる場合ですね、やっぱり住民税を払わなければ払わないとですね、この結局ネット証券がチェックするんですよね。で国内にいない場合はですね、このネット証券での、投資というのがストップされてしまうということがあるので、僕はブーム証券というのをお勧めします。海外の方ですね、海外にいらっしゃる場合でも日本に住民票がなくてもですね、インデックス投資とかですね、こういった、パフォーマンス SP500 のようなですねパフォーマンスを出せる長期投資、長期金額投資ができるブーム証券、まあ、ご紹介できますので、もしよければ LINE の方で連絡いただければ